爪隠しクワガタ族は、昆虫交渉種目、クワガタムシか、爪隠しクワガタ族の総称。本族と南米に住む南米爪隠しクワガタ族の2つに分けられる。体長は1センチメートル以下のものが多い非常に、小型のクワガタムシで、体つきは、チビクワガタや、ルリクワガタのようなややスマートな体型の小型種を、ずんぐりとさせて、寸止めの体型にしたように見えるが、 頭部側面と前方にかけて、板状の突起が顔を覆うようになり、上から見ると、クワガタムシらしくない姿で、ゴミムシダマシ類や、コクヌスト類と間違いそうな姿をしているが、頭部先端突起の下には微小ながらも、クワガタムシ特有の大顎があり、触覚目の字の先端に、ブラシ状に突起が並ぶ、クワガタムシの照明が出ている。名前の由来は、足が短く、布部分が、 形節部分に隠れるように見えることからだが、白アリの巣に住みつき、そこで暮らすことから、アリのスクワ型という別名でも呼ばれる。体食は多くが赤活食や別光食に近いものとなる。腐食した木を食べる白アリの巣に暮らし、幼虫は白アリが砕いた木片などを食べて成長すると言われ、成虫も白アリの巣に居続けて、そこに暮らすことから、 高白アリ製の昆虫だと思われ、成虫の頭部周りの突起や短い布節は、白アリの攻撃から身を守るためだとも言われるが、その生態はほとんどわかっていない。日本には生息していない。ありがとうございます。